やっぱ後藤さんの後藤プロのボールを受けてて、あれ別に故意にドライブを特にフォアかけようと思って、はい、打ってるのか、はい、もう不自然に振ったらああいう感じなのか、はい、感覚的にはどんな感じなんですかね、はいはい、僕は勝手にまあ自然な方です。あで逆にフラットの方が意識的にフラット打ちます。あなるほど、はい、別に何も考えずにじゃあラリーしますよってなったらもうあってなったら僕は基本はそっちですね。はい、別にもう難度を高くしようとかっていうのも意識はせずに、はい、そういうのがもう自然に自分の体に身についてるっていう。そうですね、僕のラリーボールイコールああいうスピンのボールっていう形です。かなり伸びてきますよね。はい、ここでお知らせです。月額590円で YouTube のメンバーシップに登録していただきます。内容は普段の私のながらトーク、ジュニアのミーティング動画、そして対談動画等ほぼ毎日更新しておりますんで、概要欄からぜひ登録してください。よろしくお願いします。あんだけ当たりの熱いドライブを打つ時の、はい、なんかあります？例えば子供たちに伝える時のワンポイントアドバイスみたいな。なんか結構多いのがやっぱりこう回転かけるイコールでこう擦っちゃう、はいはい、パターンが結構多いんで、僕どっちかっていうともう後ろからちゃんと前に振りながらかけてるのはかけてるんで、そんな感じしますね。それがやっぱこっちが多いですね。下から上下から上っていう子が多いんで、ちゃんと打点だけ上がったら後ろから前に振りながらかけれた方が、そしたらボールが前に行ってくれるんで、あこう下から上にこうするだけだとボールが上に上がっちゃうだけなんで。擦れた、はい、そうですね、はい、伸びのないというか、はい、かかってるけど伸びないみたいなスピンになるんで、はいはい、だから基本的にボールのもう真後ろから、そうですね、後ろから入って回転を最後かけていけるような。ここら辺はなんか感覚があるんでしょ。なんかあります、あります、はい、真後ろから出してるんですけど、ここは何なんですか。ちょっとリストワークあるんですか。ここからはで、ジュニアとか特に多いのはここからやっぱり手がもうちょっとこういっちゃうんですよ。あ、はい、前まで。でかけるときはここでもう手は基本止まっちゃって、あとはラケットが動いて走っていけばいいんですけど、ここで走らせる感じ、はいはい、これがちょっとボールをこう押しちゃうのが多いんで、まあ、そこだけ丁寧に出して、あとはもうここからはもうどっちかというと、そうですね、ラケットのヘッドを走らせていくっていうイメージですね。なるほど、参考になりました。皆さんもあのぜひトップスピンをかけるときの注意点参考にしてみてください。ありがとうございました。